エルワクはケニアの北東州マンデラ県の町。すぐ東にソマリア国境があり、エルワクから東に1 0キロメートルほどの位置にソマリアのエルベルハギアの町がある。また、北東のマンデラ、南西のワジールを結ぶ石オロマンデラロードのほぼ中間に位置する。エルワクのエルワイドを意味し、この付近の地名に多く見られる。東の隣国ソマリアに入ってからもエルワクと呼ばれ、 下戸州には、エルワク県がある。町にはいくつもの和地がある。雨季は2度あり、3月から5月、10月から12月である。雨は雨季に集中して降り、寒気にはほとんど降らない。住民の多くは遊牧民で、家畜の肉や乳を食料としている。家畜は牛、ラクダ、ヤギなどが多い。食料としての獣自治の重要性は、南部の町、和地いるよりも高い。 父は議員にも加工される。家畜は自分らの食料としてだけではなく、市場でも取引される。エルワクでは女性が作った敷物やロープも取引される。キャベツなども取引されており、季節によってはトマトや玉ねぎも市場に出る。ごく稀にバナナ、マンゴー、スイカが売られることもある。1992年には隣国のソマリア内戦を受け、 エルワクに難民サイトを設けることが計画されている。ケニア北東部を襲った2005年の干ばつの被害は、エルワクでも大きく、国境なき石田の2006年の調査では、栄養失調によりクワシオルコルの症状を抑え、発生している。干ばつの後の11月には今度は、洪水が襲い、2007年初頭には再び干ばつとなった。2008年には、 ソマリア国境から 2km 以上離れたところで、イタリア人のカトリック修道女2名が誘拐される、事件が起きている。ありがとうございます。